皆さんこんにちは、B レジェンドの上野です。今回は、新しい試みとしまして、ちょっとその聞き慣れないマニアックなトレーニングを一つ一つちょっと解明をして実際に試してみようということを、していこうかなと思います。で、確かにその筋トレの中ではどうしてこの名前ついてるのかなとか、で名前からその動作が連想できない種目もたくさんあると思うので、そういうところをちょっと解き明かしていけたらなと思って、今回は動画を回しております。で、ディレクターの方から紙が来てまして、これを見て、で私が知っているものであればそれでできますし、知らないものはもう検索してどういうものかっていうのを調べてやっていこうかなと思います。じゃあ今日、初回なので、一番やりやすいと思う、私知ってるところから行きたいと思うんですけど、ライオンプッシュアップ、これを行きたいと思います。プロレス好きな方は、ご存知かと思うんですが、まあ、自重を使った、まあ、腕立て伏せの派生のようなものだと思います。ちょっと一応調べてみます。あーすごい、結構いろいろ出てきて、なんか見た感じだと私が知ってるのと結構近い感じなので、じゃあちょっとやってみたいと思います。普通のプッシュアップは、足は閉じてで行うプッシュ、動作なんですが、ライオンプッシュアップは足を開きます。開いて、この状態からここから反る動作まで、よいしょ、これがライオンプッシュアップです。で、よく新日本プロレスとかの、まあ、道場で、若手が結構、まあ、基礎体みたいな感じでやってるような私はイメージを抱いています。よくねトランプを切ってその出た目の数の10倍だかの数をやるみたいな、やつをしてると聞いてます。で私自身も実はフィットネストレーナーをしてる時にこれをスタジオレッスンで実はやってたことがありまして、はい、まあかける10ではないですけど出た目の数だけやってみたいなことになってました。ちょっとどんくらいできるのかちょっとやってみたいと思います。よいしょ、1、2、3、よいしょ、4、よいしょ。結構プッシュアップでいうと、大胸筋だったり、上腕三頭筋だったりを、主に、狙っている方が多いと思うんですが、この種目は結構総合的に筋力もそうですし、柔軟性も一緒に養われているような感じがします。下ろしてのここの動作で結構肩周りの、こういう動きも使われて、こういう動作でなおかつ体を反らす動作で結構背中周りだったりのストレッチも兼ねているような、でなおかつ股関節もこれ多分開ける人はもっと開いてやって、やると、いいのかなと思うんですけど、その股関節周り足周りのストレッチもかなり、兼ねてるトレーニングなのかなと思います。結構全身を使う感じですね。なんか大胸筋をオールアウトというよりも、全身の結構アジリティ強化とかには使える種目なのかなと思います。なんかそのバリエーション的に言うと、例えばここからこの状態から、なんだっけな、頭をなんか肘に入れるような、バリエーションがあったりというのを試してました。はい、という感じでライオンプッシュアップ、まあ、トレーニングの胸トレのラストとか、あとはもう単純にもうヒート
インターバルトレーニングで、心拍数を上げるというところも狙えると思いますので、ぜひ興味のある方はやってみてください。